今日職場で、競りをもらいまして、立派な。なので、これから鍋を食べたいと思います。大輔です。はい。今日給与明細をもらいまして、ちょっと最初の方、ちゃんと数字が見えてるか、ちょっとピントがあってるかわかんないんですけど、もう早速発表したいと思います。ですね、令和2年11月分ですね。差し引き支給額、138,205円。素晴らしい。これは、年間通してもかなり多い方ですね。まあ、13万円超えるとちょっとテンション上がりますね。まあ、だいたい家賃が4万円台のちょっと後半ぐらいなんで、まあ、13万円あるとかなり楽ですね。だからといって使いすぎないようにしたいと思いますけども。はい。今日も貯金します。100円も。今回は、有給も2回使ってんですね。なので、そんなにバリバリ働いた感じはしないんですが、これだけもらえるっていう。嬉しいっすね。まあ、私の年齢でですね、この給与額で喜んでちゃダメなんでしょうけど、まあ食べていけるんでいいかなと思います。それで明日の競馬、これを全部かけるという暴挙に出ません。さすがにそれはね、ただですね、私の最近好きな芸人で、霜降り明星っていう人がいるんですけど、それが粗品、身長高い方ですね。粗品がですね、すごいんですよね。もうなんか、競馬じゃなくて競艇ですかね、それは。この前700万負けてましたよ。そういうの見ると、なんかちょっと、そういう賭けもやりたいなと思うんですけど、それは絶対やっちゃダメなことですよね。それでもし、逆に大勝ちしたとき、多分そっからギャンブル依存症が始まる気がするんですよね。まあなので明日のジャパンカップは2000ぐらいをかけたいと思います。だいたいどういうかけ方するかはちょっともう今頭の中で決めてるんですけど、デアリングタクトが1位。で3位にコントレール。で2位を全パターンっていう感じで買いたいと思います。多分1800円ぐらいで買えるんじゃないですかね。で、それで2位にアーモンドアイが来ちゃったら全然倍率いかないと思うんですけど、この2位に、えっていうのが来たら、もう絶対回収できるぐらいの倍率なんで、はい、ということで、まあ、14万円には届かなかったですけど、これからも頑張っていきますんで、皆さん見守ってください。よろしくお願いします。Thank you.